週刊プラネッツは茨城県唯一のプロ野球チーム茨城アストロプラネッツの魅力や試み、試合情報などをゲストの方々といろいろ語っていく球団公式チャンネル内放送です。はい、こんにちは。週刊プラネッツのお時間がやってまいりました。今回のゲストはですね、松坂監督に来ていただいております。よろしくお願いします。ポーズも決まっております。はい、というわけでね、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。質問したいこととしましては、茨城アストロプラネッツの、はい、注目選手を教えてください。やっちゃいますか。これはね、監督からぜひぜひ注目や、はい、今年のねプラネットは違うぞというところも含めてね、はい、いろいろ教えてください。まあ軸となる選手という意味でご紹介させていただきたいですね、はい、でやっぱり監督っていう立場からすると、選手のまず皆さん本当に頑張ってくれてますし、プラネッツ支えてくれてるし、このプラネッツから次に行くっていう決意を持って集まってくれてるので、本当に毎日感謝の気持ちでいっぱいですっていう上でですね、強いて数名挙げるとすればっていうところで、今日は名前を挙げさせていただきます。はい、はい、ご了承ください。はい、はい、っていうところですね。まずはやっぱりキャプテンの土田。ああ、はい、土田カムですね。まあ土田に関しましては、まあ、BC リーグの他球団からうちに来てくれて、でキャプテンもやってくれて、2番っていうね打順を打ってくれる大型の右バッターなんですよ。右の大型で2番って夢ありません？いや、正直やっぱりその、はい、いわゆる2番打者最強理論を結構好きなタイプ、はい、僕はそうなんですよ。でもうマイク・トラウト選手のようなイメージで外野手で、右投げ右打ち、外野手で肩が強くて足が速くて右で長打が打てる、ロマンロマンロマンの感じ、はい、っていうところで、でやっぱり選手としてのスケールも大きいですし、まあ、肩が強くて守備が甘くて足が速くて長打が打てるっていう、もう全てのツールを持っている、可能性を秘めている選手です。でさらにやっぱりキャプテンにした理由といいましては、はいはい、すごく真面目でひたむきで、背中で引っ張っていくような、自分の行動で示していくようなタイプなんですよね、うんうん、そうなんで、自分の現在地をしっかり把握した上でいいマインドセットを持っていて、チームに必ずいい影響があると思ってキャプテンに任命しました。でその中でやってくれてるんで、すごく感謝しますね。なるほどなるほど、はい、バッティング面でちょっと質問するとすると、はい、まずそのバッティングの魅力、特徴といいますか、はい、どういうところが土田選手のやっぱりアピールのポイントっていうところがありますか、はい、まず右バッターで体が大きい、フレームが大きいっていうルックスもいいですし、そこで、右方向、反対方向なんですけど、右バッターから逆方向、ライトの方に長打を打てるっていうスキルがある中で、レフトにホームランも打てるっていうようなスーパーハイブリッドなんですよ。レフトにホームランはまあそうか、まあ、あるじゃないですか、はい、ただ彼はライトにも長打を打てるんですよ。いい、流して、それはそうで、流してヒットも打てるし、まあ、レフトにホームランを打てるっていうことで、まあ、開幕戦で、ね、レフトに1本ホームランを打ってくれたんですけども、ってます、はい、っていうところで、非常に活躍を期待している大型外野手です。はあ、なるほど。やっぱ結構その引っ張り専門は多いじゃないですか。多いです、多いです。ないですか。はい、多いです、うん、流して長打を狙えるっていうのはやっぱりその長打力ももちろん持ち前のパワーもそうですけど、はい、やっぱりそのバットコントロールに優れてるってことですか。そうですね、まあ、フルテクニックといいますか、バットを振るテクニックもすごく高くて、まあ、右バッターで右に長打を打てるっていうのはスカウティングの対象としてもすごく大きな、ポイントになりますんで、まあ、そっちも狙っていこうぜっていうところで、技術を磨いてみようか。ありがとうございます、はい、続きましたら、じゃあ次もじゃあ2人で紹介してください。2人目なんですけれども、うちのピッチャーキャプテンを務めてくれている市毛高宗選手です。おお、市毛投手。はい、市毛投手。市毛選手はですね、まあ、一言で言うと私が全幅の信頼を置いている選手です。はいはいはい、はい、やっぱり去年からプラネッツを見てくれていて、で、今年も、私の右腕で投げてくれている選手。開幕投手。はい、開幕投手で、はい、投げてくれましたね。でやっぱり彼のピッチング、やっぱり繊細なピッチングですよね。まあ、90マイルぐらい、144キロぐらいの
アベレージの球を、まあ、コマンド、なんていうんですかね、ちゃんとコースに投げ分けることができて、で、打ち取る変化球があって、まあ、あとはマウンドでの度胸といいますか、立ち振る舞いがやっぱり見ていて、安心できる、素晴らしいなというところもあります。あとは年長で組ですので、一番最年長ではないですけど、年長組なので、まあ、ピッチャー陣をすごく牽引してくれてるっていうところで、でも彼のことは本当に信頼してますね。なるほど、なるほど。やっぱりピッチャーのまとめ役としてやっぱり、まあ、そういう面でも活躍してくれるし、まあ、あとは自分のプレースタイルとしても、熱量を、ね、前面に出して、投げてくれるんで、ピッチャーとしても本当に信頼してます。ありがとうございます。はい、先ほどおっしゃられたコマンド部分を少し掘り下げて、はい、質問させていただきますと、はい、一投手のやっぱり魅力といいますか、やっぱり技術的なところでのやっぱり投手能力としての高さ、はい、アピールポイントというのはどういうところになりますか。はい、去年から結構球速が上がってまして、はいはいはい、去年マックスで92、3出してるかな、148キロぐらい出していて、まあ、今年も90マイル、144キロぐらいを、まあ、常時投げれている状況なんですね。90、91マイルぐらい、144から145、6投げれている状態なんですね。でやっぱり彼の持ち球はスライダーが代名詞でして、はいはい、まあ、スライダーをストライク取ることもできれば、ゴロを打ち取ることもできるし、カーブを取ることができるっていう、本当にいい球種なんですよね。そのカウントを取りにもいけるし、決め球としても、はい、使えるっていうところで、やっぱり彼のまっすぐとスライダーっていうのはすごく一級品かなというふうに思ってます。はい、なんで、まあ、ゲッツ欲しいときにゴロを出せることもできるし、三振欲しいときに使うこともできるっていうので、やっぱり一芸選手のスライダーっていうのは助かっている状況ですね。監督としては、この一投手を開幕投手に支援したのは、もう結構早いタイミングだったんですか。私としては、かなり早い段階で決めていました。っていうのは、やっぱりその冬場のトレーニングを経てのキャンプの入り口の段階で、まあ、一芸投手が一番状態よく投げれていたこと、それからキャンプの中のプロセスを経て、やっぱり一芸投手に投げてほしいなと。いう気持ちが強かったので、球団の方にもフロントにも一芸投手でどうだという話をさせてもらいましたね。なるほどな。ありがとうございます。はい、では3人目、3人目ですか。ぜひ3人目いきましょうか。はい、3人目はですね、はい、外野を持ってくれています、はい、内山俊選手です。お、内山選手、はいはいはい、内山です。内山選手はですね、去年まで社会人野球で、バリバリ第一線で活躍をしていた選手で、やっぱり、環境を変えて NPB を目指したいということで、まずアメリカに挑戦したんですね。はいはいはい、でアジアンブリーズというGM 色川がやっているプログラムに行って、でうちにたどり着いたという選手なんですね。はい、でプラネッツに来てキャンプの途中から合流して、もうチームに溶け込んでいて、で、今センターを守ってもらっているんですけれども、彼の魅力としてはもう本当に全ていいんですよ。で足も速い、走れて肩も強くて、で補給もできて、バッティングもアベレージからホームランまで打つことができるというように、もう本当に全てがいいんで、まあ、あとは、これを NPB のレベルまで全て昇華させていくっていうプロセスなので、すごく楽しみな選手ですね。まあ、でもオールラウンダーです。オールラウンダーですね。はい、もう外野どこでも守れて、で肩も強くてっていう感じなんで、もういわゆるファイブツールプレイヤー、ファイブツールプレイヤーなんで、そのファイブツールを、どれだけ磨けるかっていうところにかかってますね。はい、ありがとうございます。はい、内山選手は、まあまあ、アピールポイントもぜひぜひお聞かせ願えればと思うんですけど、ファイブツールプレイヤーというところで言うと、もう全てがやっぱ総合的な、はい、まあ、全て高い基準でいいっていうことですね。でやっぱりでも私個人としてはバッティングが一番強化できるのかなと思うんで、まあ、これからシーズン通してですね、彼の、まあ、出塁率の高さ、アベレージの高さプラススラッギング、長打率、OPS の高さをこれから見ていただければと思いますね。 OPS っていうのは出塁率プラス長打力ですよね。はいはい、なんで、まあ、長打も打てるし打率も高くて塁にいることが多いっていうことが彼の一番の魅力だと思うので、はい、そこを磨いてほしいと思いますね。やっぱそうすると選球眼、選球眼はいいです、選球眼はいいですし、すごいな。あと彼の特徴は、これ言っていいのかな、わかんない、デッドボールが多いです。いやどうなんだって。でも全然悪いことでは、悪いことではないですよ。やっぱりインコースを攻められるといいバッターの宿命ですし、デッドボールが彼は多いです。それはその
ポジティブ、ポジティブな対策に対してはやっぱり水位が多くなるんで、あのいいことですよね。だからその明確なボール球を振らないから、はい、ピッチャーとしてもストライクゾーン、ボールゾーンを広く取らざるを得ないから、で、こっち疲れて、まあ、当たっちゃうっていう感じなんで、あ、まあ、内山君にはそのデッドボールで怪我しない強靭な体を、あの小山のストレングスコーチと一緒に作ってほしいなと思ってます。まあ、そうですね。今日あのデッドボールの多さっていうのはやっぱりそのインコースを攻められる強打者の宿命というか、宿命です。これが宿命なんで、やっぱりそこをどういうふうにあの付き合っていくかっていうことですね。乗り越えるものもないんで、デッドボールに関しては。まあそう、ね、受け方をちゃんとして怪我しないように、あと体鍛えてねっていうところで本人もあの納得してくれてるんで、あ、デッドボールは多いけどそれはもう、うん、あの本人も自覚してるんで、ね、自分はデッドボールが多い、なぜかっていう俺は俺はよく当てられるな、そうですね。なんでまあそれはポジティブに捉えて、そうですね、もう彼はそのもしも試合中見ててデッドボールが当たったら、あ、なるほど、結構この強打者の宿命だと、はい、じゃあ押して注射あげてください強打者の宿命だと思って拍手をしてあげてください、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい。まあ、去年は山中と大橋が2名ね、育成で新入練習いただきましたけど、やっぱり嬉しい反面ですね、あの支配下で、指名させてあげることができなかったっていう悔しさが実は我々はすごくあって、そうですね、はい、そのアストロプラネットでのいわゆる NPB 指名というのは、まあ、今までその あのドラフトでいうと3名計指名されていまして、はい、まあ、その全員が育成指名なのが今ですね。そうですね。なんで、まあ、2022年のドラフト、今年のドラフトこそは、育成のみならずですね、支配下での、指名も、数多く、指名していただけるように、それこそ育成の部分を頑張っていきたいなと思ってますので、乞うご期待でございます。お、ありがとうございます。はい、週刊プラネッツエンディングトークのお時間がやってまいりました、はい、というわけで改めて、松坂監督今日はありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます、ね、忙しい中来ていただきました。ありがとうございます。毎週来ますか。いや、毎週来てくれると、ね、俺は助かるというわけですけどありがとうございます、はい、はい、というわけでですね、この週刊プラネッツは、日々コメントを募集しておりますので、その球団に対して、それこそスタッフに対して、そして監督に対して何か質問があるときは、ぜひぜひコメントをね、ここに書いていってください、はい。そしてですね、チャンネル登録、ツイッターのフォローをしてくれると、もうスタッフも選手も監督ももうめちゃくちゃ嬉しいので、嬉しいです。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、そしてよろしければ次回の動画もぜひご覧ください。今回は以上となります。では皆様、さよなら。バイ。